長島城は伊勢国区穴群長島にあった日本の城。長島藩の藩長が置かれた。長島城の起源は、還元3年、藤原道家が館を築いたことに遡る。文明14年、北四48屋の一人、伊藤重春によって城が再建された。元気元年、一行、そう、岩生寺の住職、赤市によって伊藤氏一族が追放され、 長島一行一期の拠点となった。その後、織田信長によって攻略され、滝川一益の居城となった。静ヶ岳の戦い後、織田信夫の居城となるが、1586年の天正地震で天守が倒壊するなど甚大な被害を受けたため、清洲城に移った。江戸時代に入ると、菅沼氏が二万国で統治に封じられ、長島城を改修し、班長として用いた。 元7年、菅沼氏が違法されると、長島藩は廃藩となり、長島城も一時廃城となった。慶安2年、九正松平家の松平交渉が、那須藩より1万国を持って入り、長島藩が再興された。元六十五年には、四大将軍、伊綱の聖母の弟、松山雅俊のこの正也が、日立下立より2万国で移され、以後8代続き、 明治維新に至った。この間に、城郭は順次拡大されたが、天守は挙げられなかった。明治5年、廃藩地県と共に廃城となった。現在、城石は、長島中部小学校、長島中学校の敷地となり、遺構の大半は失われたが、東側に石垣及び堀が残る。建造物としては、大手門が、錬聖寺に、奥書院が、新行寺に、 それぞれ移築され現存する。また、長島中部小学校内に、桑名市指定天然記念物の大松がある。この大松は、本丸の西南隅にあったもので、樹齢三百数十年の黒松である。ありがとうございます。